今回ですね、コロナウイルスに関して、僕が、知人の、その LINE グループ入ってて、その LINE グループでシェアされたのを、また僕は動画でシェアしたんですけど、で、それに対して、大学の時に微生物を専攻していたお客さんから、まあ、動画でね、すぐ来たんですよ。吉田さん、さっきの動画、ちょっとまずいんじゃないですかと。僕的にはちょっと全部間違ってると思います。みたいなのが来たんですね。で、まあこれに対しての僕の見解をこの動画ではちょっとお伝えしようかなと思うんですけど、僕の見解としては、別にまずいとも思わないですし、要は、僕がちょっと思ったのはね、自分がもし正しい知識があるんであるならば、自分がガンガン発信するべきだと思うんですよ。単純に 僕に限定公開の動画を送っていただくのはそれはありがたいですけれども、もし自分に正しい知識が持ってると確信しているんだったら、今その情報を求めてる人が多くいるわけですから、それを自分の媒体でどん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 発信するべきです。僕一人に言ったところで、僕は別にこれでね、信用を失っても別に問題ないです。それは僕の責任じゃないですか。で、多分動画でも言ってると思うんですけど、まあ僕もこれどうなのかなみたいなね、思った部分もあるので、そこは、言いましたけど、だからまあ、情報を受け取る人がどういう、対応をするのか、それは自己責任だと思います。で、僕が伝えたかったのは、まあ単純に、そのメディアでね、結構煽ってるじゃないですか。で、そこに対して、なんかちゃうんじゃないかなっていうところがあったんで、まあそれも踏まえてぼやき動画も撮ったんですけど、もうマスクとかもう全部品薄なわけですよ。だから、当時のその福島原発の時と同じように、本当になんか変わらないなっていう。確かに危機意識は持たないといけないんですけども、なんか同じことを繰り返してるなっていうところが否めない。で、別にコロナウイルスが今回騒動が広まって、また多分じゃあこれがずっと10年20年続くのかっていうのは僕は考えられないと思うんですね。まあまたバーって言ってバッと落ち着くと思うんですよ。で、今度また出てくると思うんですよ。で、その時にどう行動していけばいいのかっていうところですよね。だから、もし正しい情報を持ってる人がいるんだったら、どんどん個人が今情報を発信できるわけですから、情報を自分の言葉で、顔出しできなくてもいいだろうし、何でもいいんで、自分の媒体でしっかりメディア力を持って、そこで発信していけば影響、自分の正しいと思うことを、こう、伝えられるわけじゃないですか。だから、自分発信しましょうって話ですね。あとは、まあ、そのレッスンに対しての僕の見解は自分でぜひ発信してほしいというところと、あとはまあ全体的なメッセージで言うならば、コロナウイルスに限ったことではなく、過去もあったよねと。で、その時に人はどう動かなければいけないのかっていうところかなっていう。そこをね、だからウイルス別に、ぶっちゃけウイルスね 僕、これね、すげえ賛否両、あの、めちゃ罵声浴びられるかもしれないですけど、まあ死んでる方もいらっしゃるので、ちょっとあれかもしれないですけど、どっちにしろ死ぬんで、生まれた瞬間死は確定してるわけですよ。それがコロナウイルスで死のうが、交通事故で死のうが、それはわかんないわけですよ。わかんないですよね。だから明日地震が来るかもしれないし、特に日本なんか地震大国言われてるわけですから、東海大地震もいつ来るかわからない、関東地震ともいつ来るかわからないみたいに言われてるし、だどうなるかわかんないですよ。だからそんな中生きてるのに、このコロナウイルスでブワーなってるのがどうなのかなっていうのが。まあ、日々僕が最後にこの動画でまとめてお伝えしたいことがあるとするならば、明日コロナウイルスに限ったことではなく、明日死ぬか生きてる保証もないわけですから、自分の一日精一杯生きてほしいなっていうところかなっていうところですね。ということで、まあ一応今回レスポンスいただいたんで、またレスポンスの動画を作りましたけども、今回その、情報、僕が出した情報が、
あ、違うって言ったら、ね、言うんだったら、自分のメディアでしっかりと発信してほしいなっていうのは思いはあります。うん。自分のね。そう。そう、僕も申し訳ないですけど、科学者でもなければ、その先行してるわけでもないし、全く無知です。無知なやつが情報発信するからダメなんだろうって言われればそれまでなんですけど、発信しないよりかはいいかなと思うんですよ。うん、少なくても。だから、なんか、どっかで死者が出ましたとかね。なんか、そういう情報じゃなくて、こうしとけばいいんじゃないか、みたいな。ただ、そこに甘んじることなく付け加えるならば、そこに甘んじることなく、しっかり自分の自己責任で生きろってことですね。単純な。だから、要は、この人がこう言ったから、稼げないみたいなね。この人がこう言ったから、この人がこう言ったからって、人のせいにする、人のせいにというか、それはきっかけであって、なんやろな。自分で生きてほしいなと思います。僕は別にコロナウイルスにかかって死んでも別にいいと思ってますし、ただ、商品売ってサポートもしないといけないんで、ある程度危機意識は持って、まあ、あんまり外に出ないようにしてますし、60までサポートがなければ明日死んでもいいですからね、僕。ドリームアカデミーは運営してて60までやるって言ってるんで、一応60までやらないといけないっていう責任はあるから、そこまでは生きないといけないかなとは思いますけど、ただこれも地震が起こったら分かんないし、うん、だとりあえず明日生きてる保証ないですからね。日々精一杯生きる、生きてほしいっていうとこですね。うん、はい、ということで動画の、返信ありがとうございます。ただ自分でそういう情報を持ってるんであるならば、もうほんと発信してください。ガンガン発信すべきですよ。で、僕もその情報を持ってなかったし、まあ、今回の情報をなぜすぐシェアしたのかっていうと、まあみんな今そのなんだ、ちょっとリピートになっちゃいますけど、テレビで流れてるニュースが予防のニュースがないわけですよ。どちらかというと死んだ感染者とかの情報ですよね。だから iPhone とかの Yahoo ニュースのポップも全部ここの、なんかここで感染出ましたみたいなね。全部それだけなんですよ、結構。予防のコンテンツっていうのがないので、まあ、それを知ってる人がいるんだったら、ぜひ発信してほしいなと思います。はい。まあ僕のことを気遣っていただいて、動画撮っていただいたのはありがたいですけども、僕は僕の人生、これでもし、信頼を失っても僕はそれでいい。それまでの男ですから、うん。クソ情報を流しやがってみたいな。それで僕の信頼が失われるんだったら、それはそれまでの僕の器ですから。うん。まあそんな感じですね。はい。ということで、動画の方ありがとうございます。と、あとは、これ一般にも公開しますんで、まあ見ていただいてる方、一応情報公開しましたけど、この A さんは、僕が公開したね、情報がそれは違うんじゃないかっていう反論が来ましたっていうことも伝えておきます。はい、なので、自分の判断でね、しっかりと予防してください。では。